ステージ終了直後の2人にインタビューを決行。あの本当に、ね、世界で戦ってる同じ同士としてあのずっと気になってたし、まあ、また一緒にやりたいなと思って、お声掛けさせてもらいました。ありがとうございます。本当にもうこれ喋るんだ、これ喋るキャラなの。喋ってもいい？いいよいいよ。いやもうすごい光栄ですよ、とても。まあでもね、なんか一応お友達としてもやらせてもらってますので。こういう形でやるのは初めてだもんね。うん、というか私あのカメラの前でお話をさせていただくのが初めてかだよね。これ全部ピーって入れた方がいいんじゃないの。やばいかもね。初一回喋ったらね、ちょっとまずいだよね。いやすっごい緊張しちゃうんで、なんかこう汗をかいているみやびを見た瞬間に、あ、やばいと思って、もすごい緊張がもう高まりましたけども、すごい楽しかったです。もうかっこいいのをこう、ね、近くで見れることって、ね、あまりねこうライブ感としてあんまないですから、まあね、オーディエンスと一緒になってあの作るライブは一緒になって作るので、まあ、そういう意味ではあの今日というなんか特別な日のショーになったのかなって。そこにね、まあ、あやちゃん来てくれて、あのなかなか普段見れないあのステージをお見せできたんじゃないかなと思います。はい、そうですね、まあ、お互いそのI'll see you on the other side っていうその other side、 その向こう側、いつも向こう側見てやってるし、また向こう側で一緒に会おう、まあ、本当にあの彼女も海の向こうで、ずっと戦ってきた、ダンサーアーティストでもあって、まあ、本当にこうやって生きていく中で、まあ、多分これはアーティストだけじゃなくて、ね、学校でも職場でもいろんなことある中で、でもやっぱり自分が描いてる理想、夢、そこに向かって生きてる人たちに対して歌った楽曲なので、その向こう側に一歩踏み出す、飛び込む、決意の歌でもあるかな。それを彼女とやれるといいなと思って、オファーをさせてもらいました。はい、まあ、でも私の中ではやっぱりこう今まで見せていたこう自分を一回こうちょっとリセットして、もう一個の違うサイドを見せれたらなみたいな、っていうのがあって、であと曲もねかっこよかったから、あ、もうぜひこれでと思って、なんか今の私にぴったりかもと思って、うん、だからちょっと私の中のアザーサイドをお見せしました。そうですね、私あんまり目標が、ないというか、もう1分1秒先のことも考えずにこう結構生きちゃうタイプなので、一緒にやらせてもらってる人がやっぱりかっこいいな、すごいなと思うから、まあ、そういう人たちと一緒になんか またね違う道が開けたら面白いんじゃないかなと思いながら、私は踊り続けようかなと、表に出続けるのかなと思っております。あの僕も同じで、感覚的に生きてる部分ってすごく大きくて、あのやっぱその死ぬ時に、ね、後悔してたくないというか、やっぱ 毎日1分1秒成長してたいし、どんな小さな一歩でも毎日積み重ねていきたいなっていうね。なんかあんまりね、そのないんですけど、まあ、でも本当に毎日変わっちゃうかもしれないしね。そうですね。とにかくその生き方によって、毎日毎日やっぱやりきったって思える毎日を過ごすことかなと思います。